ニメ。あーや、これ好き。長さ判明した。お、誰？他のお客さん。こすれだった。いずれ誰かに殺し屋だと見抜かれてしまいます。お、殺し屋。スパイ、殺し屋。あーにゃ、ワクワク。思ったがやめておこう。あわよくばパーティーで恋人役をと思いましたが。寂しい。あ、足がもつれて。スパイミッション、ワクワク。俺のことはお父様と呼ぶように。父。標的は国家統一党総裁ドノバン・デズモンド。東西平和を脅かす危険人物だ。君の使命は彼に近づき、その不穏な動きを探ること。そのためにまず結婚して子供をこさえろ。猶予は1週間とする。7日で子供を作れぞ。おい、ダメだと言ったろ。ほら、そこ、バレないと思ってんのか。そこ。父すごい見つけてくる。あ、難しいよ。ねえねえロバート、私たちもいつか。カレン、僕たち別れよう。え、君の話には知性を感じない。それじゃあお幸せに。ちょっとロバート、そんな急に。ロバート。おにゃ。そうかそうか、やはり前のママがいいか。あんまりです。ヨルさん落ち着いて。だってこんな任務のためには我慢だ。うちは親元を離れた寮生も大勢いる。いちいちベソ書いてたらこの学校ではやっていけんぞ。所詮まがいものの家族。些細なことです。なんということもない。なんだい、ご歳さん、前妻に負けたからって噛みつくなよ。よし、我慢だ。黄昏。